ピクセルは2015年7月24日公開のアメリカ映画。日本では2015年9月12日に公開された。公開日は当初2015年5月15日を予定していたが2014年8月12日に変更されその後7月24日を経て再び2015年に変更された。2010年にパトリック・ジャンが監督。 ティム・ハーリヒーが脚本を務めた短編映画ピクセルを原作としており、パックマン、ギャラがドンキーコングなどクラシックアーケードゲームのキャラクターが多く出演する。NASA は地球外生命体に向けて1982年当時流行していたゲームの映像などを収録したメッセージを有効目的として宇宙へ打ち上げた。そして2015年。 グアムのアンダーセン空軍基地が突如謎の攻撃を受け、あらゆる物質が立方体上のブロックに変わり、バラバラに分解、壊滅した。攻撃したのが、ギャラガのキャラクターのような存在だと気づいた、アメリカ大統領ウィルは、幼馴染のサムを呼び出し相談を持ちかけるが、ポーター大将ら軍幹部は、ゲームオタクに過ぎない彼の話を聞き入れず、追い返してしまう。 帰り道で親友のラドローと数年ぶりに再会したサムは彼から今回の攻撃は昔ナセが打ち上げたメッセージを見て戦線布告と誤解したボルーラ聖人と名乗る異聖人の仕業だと教えられる彼らは映像をもとにゲームのキャラを実体化させ攻撃させたのだ二人はウィルの元に赴きボルーラ聖人からの三本勝負を知らせたが支持率を下げたくないウィルは 軍隊の派遣をためらう。そうしているうちに、インドのタージマハルが、アルカノイドのキャラクターによって放滅してしまい、もう後がないと悟ったウィルは、サム・トラドローに、地球の命運を託すことを決断した。バイオレット中佐ら開発チームが、対ゲームキャラクター用武装を作り、二人はポーター、率いるアメリカ軍の精鋭部隊にゲームスキルを教え込む。そして、ロンドンで、 センティピードの敵が襲来し3回戦が始まったが、生え抜きのアメリカ兵たちも特訓の会なく苦戦を強いられ、ゲームに無関心なポーターらし機関も全く役に立たなかったが、ゲームに精通した二人の活躍によって勝利する。勝利を喜ぶサムたちのもとに、ボルーラ声人からのメッセージが届き、次の決闘場がニューヨークだと告げられる。 ウィルは今後の戦いを有利に進めるため、サムのライバルでかつてアーケードゲーム世界大会チャンピオンだったエディに協力を依頼し、彼を対ゲームキャラクターチームアーケーダーズに迎え入れる。サムたちはニューヨークでパックマンとの戦いに勝利し同点に持ち込むが、実はエディがチートコードを使用しており、ボルーラ聖人にそれがバレてしまう。 彼らはルール違反と咎めて地球層攻撃を通告するとともにペナルティとしてバイオレットの息子マティをさらった。ワシントン DC からついに地球層攻撃が始まり軍が出動するが襲ってくるゲームキャラクターの大軍に大苦戦。武装を取り上げられエディが行方をくらまし失意に陥るも再び立ち上がった。アーケーダーズはシェルターから抜け出したウィルが持ってきた。 ライトキャノンを携え迎撃に臨む。ボルーラ聖人の母船の下にたどり着いた、サムたちは内部に呼び入れられ、ボスとの直接対決としてサムが苦手とするドンキーコングで戦うこととなった。パターンが存在しない上かつてエディに敗れたトラウマを思い出し苦戦するサムだったが、待てからエディが世界大会でもチートコードを使用していたことを知らされ、 本当は自分がチャンピオンだったことを知り奮起、ドンキーコングを倒して勝利する。地球人と誤解を解いたボルーラ星人との和平は無事に成就された。サムは地上に残ったラドローたちと共に、ズルなしで戦ったエディから謝罪され、世界大会のチャンピオンと認められ、人質を救出したアーケーダーズは地球を救った英雄として迎えられた。82年頃に人気だった。 アーケードゲームで8ビットのドット絵で作成されたキャラクターが立方体の無数の輝くピクセルによって三次元の姿に形成されて実体化している。彼らは特殊なエネルギーでできており、通常の物質では傷つけることすらできないと推測されている。彼らの攻撃を受けた物体は物質の概念とは一切関係なくキューブ化して分解されるが、 一応彼らも生命体であるらしく彼ら自身も基本的に死ぬとバラバラになった後消滅する。これらは概ね原作の短編作品からそのまま継承されている設定だが短編作品では廃棄されたアナログテレビから彼らが飛び出し実体化したことになっている。トロントのダウンタウンに設置された撮影セットプロデューサーのアダム・サンドラーは長編映画化に際し、 原作の脚本を務めたティム・ハーリヒーに脚本を依頼した。脚本には制作葬式のセス・ゴードに依頼されたティム・ダウリングも加わり、2012年7月に脚本が完成した。2013年からはクリス・コロンバスが制作に加わるようになった。しかし、完成された脚本に書かれていた万里の頂上がエーリアンに破壊されるアメリカ大統領が エイリアンの侵略を中国の陰謀と疑う中国がメールサーバーをハッキングするなどのシーンに関して中国での公開に好ましくない影響を与えるというソニーピクチャーズ中国支社幹部の意見や中国当局による検閲に配慮したため2014年には中国に関するシーンはすべてカットされた制作に際してパックマンフロッカー ドンキーコングなどを登場させるためライセンスを取得した際、パックマンの生みの親である岩谷徹は残虐じゃなかったらいいよと許諾しており、また制作人はパックマンは正義の味方というアメリカ人の一般的な認識に基づきパックマンが人間を食べないように意識して制作している。音楽はシュガーラッシュの楽曲を担当したヘンリー・ジャックマンが担当し、 2015年6月には、ワカフロッカフレームが主題歌となる、ゲーム音を発表した。日本語吹き替え版では、サンノヘナツメの8ビットボーイが主題歌となる。2014年3月25日、カナダ・オンタリオ州メディア開発公社は、パインウッド・スタジオ・トロントで5月28日から9月9日まで、ピクセルの撮影が行われることを発表した。 主要な舞台となるニューヨークの撮影は6月2日からオンタリオ州トロントのダウンタウンで開始され、7月29日からはマーカムでの撮影も開始された。8月26日からはコーバークで撮影が開始され、1日につき12時間行われた、撮影は3ヶ月間で終了した。ありがとうございます。